先発の楽天のダックワース、1回の表ツーアウト2塁の場面です。浅村のこの当たりをセカンドの藤田のファインプレー、ナイスプレーで立ち上がりは無得点に抑えました。一方の先発の岸、これは1回の裏2アウトからインジの当たりはレフトフライ、3人で抑えました。上々の滑り出しでした。西武は3回の表ワンアウトランナー1、3塁、連打で攻めて浅村がレフト前のタイムリーヒットを打ちます。さらに5番の秋山、難しいボールを打ってセンター前のタイムリーヒット。この中継プレーの送球がそれました。ここまで4連打でした。そして大崎、ライト前のタイムリーヒットで2点を加えます。5連打で4対0としました。楽天は3回の裏ツーアウト2塁の場面です。藤田のこの当たりセンター前に落ちました。秋山のスライディングキャッチは及びませんでした。これで1点を返して4対1としました。6回の裏の楽天はワンアウト1塁、インジの当たりはセンターフライ、そしてジョーンズ三振、岸を崩すことはできません。そして8回の表、変わった福山に対してフェルマンがランナーを三塁に置いて左中間を破るタイムリーツーベースヒットを打ちます。これで5対1とリードを広げました。楽天は8回の裏ワンアウト三塁としてこの辺り藤田のセカンドゴロの間に岡島がホームインして5対2とします。完投を狙った岸、9回最後の場面です。2年目の若手の三好の初打席はファーストのファールフライに終わりました。結局5対2埼玉西武ライオンズが楽天ゴールデンイーグルスを破ったゲームでした。